どうもかきです。今回なんですけれども、年末大晦日恒例のガキの使い笑ってはいけないシリーズが2021年は休止ということで、まあ前々から決まっていたことなんですけれども、この理由についてちょっと簡単にまとめてみようかなと思っております。まあもうネット上でね、いろいろ言われていて、今回はそれをまとめるような形になるんですけれども、2021年の年末31日ちょっとやることないなということで、動画にしてみようかなと思っております。はい、ということで、今日はまず1つ目、原因とされる3つの理由、これはもうよくね、ネット上とかでも噂されている3つについてまとめた上で、2つ目、来年以降はじゃあ復活するのかっていうのを、まあ、復活するとしたらどういうスタイルなのかも含めてお話しした上で、3つ目、ダウンタウンはオワコンなのか、ダウンタウンの笑いが通じなくなったから今回まあちょっとね休止になってるんじゃないかみたいなこともあって、ちょっとここについても僕の意見を述べさせていただければなと思っております。はい、ということで、まず1つ目、休止の原因とされる3つの理由ですね。1つ目がメンバーの体力の限界ですよね。まあ、皆さんもすでに50歳を超えていて、前々からだいぶ無理をしていた、無理をさせていたっていう風にこの番組のプロデューサーから言っていて、ダウンタウンのガキの使いあらへんでの企画自体がね、そもそもねトーク主体になったりとか、結構体力を使うことっていうのはなかなかね、皆さんの、ね、年齢的にも厳しいということ で、ただこの年末の企画に関してはセットも大掛かりなもので、みんなほとんど立ちの状態 で、まあ、体張って、やらせてもらってたので、そこがもともと厳しい状態であったというのが一個あって、でもう一つが BPO って言われるですね、まあ、BPO 何かっていうと、まあ、番組が、ね、行き過ぎてないかとか、そういうのをチェックするっていうね、テレビ業界をチェックするっていう機関のものですね。教育的に良くないコンテンツとか差別的なものとか、そういうものを、なんかチェックして、この番組良くないですよピーっていう風にやる、組織なんですけれども、この BPO による規制の中でお尻を叩くっていう行為だったり、あとは人のね、炎上とかをいじるっていうのが、まあ、教育上良くないんじゃないかっていうのが前々から指摘されていて、で、あとはね、その浜田さんがゴリラに扮するみたいなところが、ちょっと、差別的な、要素を含んでるんじゃないかみたいなことで、前々からね、この、笑ってはいけない、怒られることは多々あったんですけれども、そういう規制が厳しくなったことによって、好きな笑いができなくなってしまったんじゃないかっていうところで、が二つ目の理由として言われていて、で、三つ目。まあ、これはね、松本さんがツイッターとかでも発言していたんですけれども、コロナで笑いの制限が起きていると、まあ、撮影するのはね、もう9月とか、前々から撮影して、年末ではなくてそれよりもっと前から撮影していかないといけないので、そういう兼ね合いもあって、コロナ全盛期というか、コロナ禍真っ只中なので、そういうところを考えると、マスクしたりとか、ね、アクリル板で仕切ったりっていうのが、コロナを抑制するというか、そういうためには必要なことではあるんですけども、お笑いというふうに考えると、やっぱり邪魔なものはどん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 覗いていかないといけないので、そういった観点からコロナ禍での、ね、接触を含んだ笑いっていうのはまずできないですし、そういう制限されるっていうのが今回休止になった一番大きい原因だと松本さんはおっしゃっておりました。まあ、この3つの原因、どれが原因かっていうことではなくて、多分3つそれぞれ、理由としては、まあ、これを総合的に判断して休止っていうことになってるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、気になるところで、来年以降は復活するのかっていうことなんですけれども、原因がですね、まあ、コロナが原因だっていうふうに考えると、まあ、戻れるっていうふうにも思えるんですけども、体力 BPO の観点からは同じスタイルで復活するっていうのはまず無理ですよね。皆さんの体力は今年よりもさらに1年、年齢はかさんでおりますし、BPO の観点からもですね、まあ、時間が経過するごとにより厳しくなっていくと思いますので、同じスタイルは無理かなと思っています。そしてさっきもちょっと話したんですけれども、まあ、コロナの状況にもよるんですけども、来年以降、新スタイルでの復活は、まあ、この体力 BPO の観点を考慮した新スタイルであれば復活は可能じゃないかなと思っております。まあ、安直な考えだと人を変えるですよね、体力の問題からいくと、とか、まあ、ケツバットってそもそもいらないと思っていて、で今回、まあ、笑ってはいけないっていう制限とか、あとはケツバットってすでにこの番組の中では僕は形骸化されていると思っていて、なくてもいい
制約なんじゃないかな。まあ笑ってはいけないはあってもいいと思うんですけれども、ケツバットって別にそれをね期待してっていうことはないと思うので、例えばなんか罰金のシステムにしてみたりとか、いろいろね工夫を加えることによって体罰的な観点ではないやり方で、復活は可能じゃないかなと思っております。で、この年末の笑ってはいけないの一番大きな特徴って、その2021年であればその年を、代表するような騒がせたような話題性のある大物っていうのを思いっきりネタとして振りに使うのが面白いっていう話題になるっていうところがあって、このスタイルはちょっと継続するべきかなと思っていて、でそこだけうまく使って、要するに見せ方だけ変えて笑いの本質を変えないっていうやり方を、松本さんならできるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ単純にね、来年以降も休止したままっていうことは十分可能性としてはあり得るんですけれども、そのあたりはですね、ちょっと2022年の末ですね、1年後どうなるかちょっと楽しみだなと、考えています。で3つ目、ダウンタウンはオワコンなのかっていうことでございます。もうこれねちょいちょい言われているんですけれども、なかなかねダウンタウンの人たちが YouTube とかネットの方でうまくいかない部分もあるって、ネットの方で僕はさっきも調べて見てたんですけれども、笑いを知ってる人が分かる笑いっていうのがダウンタウンの笑いなんですよ。まあ、笑いに分かるっていう概念を持ち込んだのが松本人志さんで、でただその笑いが分かるっていうのが、まあ、分からない人からすると笑えないっていうことになるんですけれども、まあ、基本的にその短い笑いなんですよね。導入から笑いまでが1分程度。まあ、滑らない話とかでもそうですし、大喜利とかでも、もう大体1分以内にね、振りから、その大喜利の答えまでが収まっているっていう、すごく短い笑いになるので、まあ、切り抜きとか、1分動画、ショート動画が主流の、今の時代、若者の間にも受け入れられているのは、こういう理由じゃないかなと思っています。まあ、なので、単純に、個人的には終わることはないと、結論を出しているんですけども、でそのもう一個の理由は、今の面白いって言われる、まあ、ダブルクォートの面白いなんですけども、という基準になっているのが松本さん の, あの笑いになっているので、要するに僕が新しく作ろうとする面白い動画とか面白いコンテンツの中に松本さんの基準がある程度含まれてるんですよ。っていうことをみんなが、若い人たちも含めてみんな見てるので、その元である松本さんの考える面白いコンテンツっていうのも、そりゃ面白いものに、なるわけなんですよね。みんながその、ある程度松本さんの笑いの基準を知らず知らずのうちに勉強できているっていうことですね。でその松本人志の企画分析力は今も一流なので、さっきも言ったような本質的なところ、この笑ってはいけないとか、そういうものの何が人を笑わせてる、面白いと思わせてるんだろうなっていうところをしっかり突き詰めて、で見せ方だけ変えて本質は変えないっていうやり方ができるのが松本さんだと思っているので、時代に合わせてどん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 なんか適応、笑いを変えていけるタイプの人じゃないかなと思っています。でネットの世界に移ってくることはほぼないと思っていますが、テレビ上でダウンタウンがオワコンになるっていうことはまずありえないかなと。それはテレビの笑いの今すべてがダウンタウンの、作り上げたルールのもとに成り立ってるからだと、思っております。はい、ということで今回は、まあ、ちょっと短い動画になったかもしれないですけども、ダウンタウンさんが、ガキツカをやらなくなった理由と、それからダウンタウンが今後どうなってくるのかについて簡単にお話ししていきました。で、まあ、ダウンタウンがねそもそもテレビからいなくなる一個だけ、理由があるとすれば、テレビが本当に衰退しきってギャラが払えなくなった時、松本さんのギャラが払えなくなった時に、松本さんがまだ何かやりたいっていう欲求があれば、ネットの世界に移ってくるっていう可能性もあるんじゃないかなと思っちゃいました、という動画でございました。はい、これが2021年最後の動画になると思うんですけども、来年もまたよろしくお願いします。じゃあ今日は以上です。バイバーイ。